はい、皆さんこんにちは。歴戦2コースの河原です。じゃあ2018分野別過去問解析プラスアルファ統連鑑定の1回目の講義を行っていきます。まずはこの統連ですね、全8回の統連になるんですが、ちょっとね、特徴をお話をさせていただきます。もしかしたら他の科目でも受講されている方もいるかもしれないんですけど、こう確認がしたら聞くようにしてください。特徴としましては、まあ、名前が表しているんですが、まずは過去問をベースにですね、講座統連を行っていきます。過去問ベースで講座統連を行っていきます。最近の鑑定理論は、過去問の焼き直し的な問題が本試験で出される傾向があります。なので過去問についてしっかりと解析分析をしておくことが、まあ、重要な対策になってきます。なのでこう過去問を使って統連等々を行っていきます。さらには鑑定理論について合格答案を書くためには一応ね、2つの両輪というんですかね、理解を伴った基準類事項の暗記と、あとはそれを問いに答える形で回答に示す答案構成力ですね。この2つ揃って初めて合格答案記述することができますので、これ2つね、両方とも備わっているとまずいということですね。で、答案構成力ですね。答案構成というのはやっぱ自分でしっかりと答案構成を行っていかないとなかなか身についていかないもので、答案構成を行う上で一番練習になる題材は、過去の題材はと言いますと、それ過去問ということになってきます。だからこの過去問を通じて答案構成力をですね、まあ、高める、身につけるということになってきます。で、あとはそうですね、分野別となってますよね。この答練は、あらかじめ全8回の世代範囲表が示されています。ちょっと内容はこれから作っていきますので、ちょっとね、お手元のとは違うと思うんですけど、正しい内容のものがお手元届いていると思うんですが、世代範囲表があらかじめ示されています。なので、通常は講座統連を受ける場合には予習というのはいらないんですが、この統連につきましては、ある程度それぞれの回、世代範囲が示されてますので、それぞれの回の分野ごとに予習をした上で統連等々にね、臨むようにしてください。つまりこの統連をペースメーカーにして、今一度鑑定理論のですね、網羅的に学習をしていただきたいということになってきます。今一度基礎を固めていただきたいということになってきます。該当分野について、まあモバイル等々を使って基準類事項の暗記をね、精度をもう一度確かめるとともに、あとはお手元この論文向けの補助教材の効果系ですね、最新版2018年度の効果系が補助教材として配布されていると思います。で、こちらを使って該当分野について論書を確認した上で、まあ、統連を受けていただくということになってきます。で、ちなみに、これ2018年度版の効果系なんですけど、内容をですね、少しバージョンアップしています。2017までは、論点数が132だったんですけど、一応いろいろ差し替え等として140まで論証例増やしています。内容等々もまあ改正等々に合わせてよりバージョンアップしていますので、こう最新のものになっていきます。で、お手元合格基礎テキスト横見出しにこの効果系の番号が示されていたと思うんですが、ちょっと中身の番号変わってますので、2017年度より前の合格基礎テキストを持っている方は横見出しの効果系の番号とこの最新の2018向けの効果系の番号がちょっとずれていると思いますので、それについてはですね、ちょっとね、注意するようにしてください。ペースメーカーにするということですね。この出題範囲を踏まえて事前に基準類事項等々の暗記の精度を高めるとともに、効果系について重要な論証を確認した上で統連臨んでいただくということになってきます。で、お手元ですね、じゃあ配布物を確認していきましょう。まずはこのね、出題範囲表です。出題範囲表とともに、あとは A4 版の横書きの問題用紙ですね、問題用紙、表表紙でこう裏めくりますと問題1問分の問題文が示されている、こういった問題用紙と、あとは B4 版の回答用紙ですかね、 B4 版の回答用紙です。1問あたり2枚ですね、25行かける2枚分で、50行、まあ、鑑定理論、経済学、民法ですとこれですかね、会計学ですとちょっとね、回答用紙違ってくると思うんですが、2枚ですね、50行2枚で、これが1問分で1セットでかける8問なんで8回分ですね、8セットお手元に届いていると思います。この A4 版の横書きの問題用紙と B4 版の50行2枚分の回答用紙で、これが8セット分届いていると思います。あとは
合冊の解説集ですね。はい、各回問題1問題2という形で2問ずつ問題取り扱っていきます。でその問題の解説が合冊の形でレジュメになっているのがこの全8回の合冊解説ということになってきます。結局は2問分2問ずつなんで8に16 16問分の解説が合冊の形でレジュメになっています。こちらを使って講義等々を行っていきます。各回問題1問題2 2問ずつ解説を行っていきます。では講義の進め方なんですけど、講義の進め方ですね。まずは各回について問題1を使いまして、こちらの合冊解説レジュメで、プレ講義ですね、50分間講義をしていきます。それぞれの回問題1を使いまして、これ過去問です。問題1は過去問です。過去問であります問題1を使いまして合冊レジュメでまずプレ講義を行っていきます。50分間講義を行っていきます。で10分間休憩を挟んでいただいた上で問題2について60分間で1問実際に回答を作成いただきます。この先ほどの問題用紙と回答用紙ですね、お手元準備していただいた上で各回それぞれ問題2について回答を作成していただきます。60分間で1問ですね。この問題2というのはプレ講義で扱った過去問であります問題1の類似問題を出していきます。前半のプレ講義で扱った問題1の類似問題を問題2では出題していきますので、事前のこうプレ講義しっかりと講義受講していただければ十分に書けるような問題を問題2では出題していきます。問題用紙と回答用紙実際使いまして60分間で1問ですね、問題を作成、回答を作成していただきます。でまた10分間の休憩を挟んだ上で書いていただいた問題2について、20分間でまた合冊解説を使いまして解説をしていきます。過去問を使った問題1についてのプレ講義は50分で、10分の休憩を挟んで問題2について60分間で実際に答案書いていただく、で10分の休憩を挟んで解いていただいた問題、回答を書いていただいた問題2について合冊レジュメで20分間解説を行っていく、そういった講義の流れになっていきます。論文を初めて受ける方、初学者向けのコース、論文合格コースで初めて受けていただく統連が合格基礎統連というんですが、その合格基礎統連と同じ内容ですね、同じこう流れです。合格基礎統連もプレ講義、実際に1時間の統連で20分の解説って流れだったんですけど、これの上級者向けの統連がこの分野別過去問解析プラスアルファ統連ということになってきます。合格基礎統連と同じような流れで講義を進めていきます。で一点注意なんですけど、お手持ちの合冊レジュメ開いていただきまして、はい、第1回目のページ1ページ目開いてください。合冊解説表紙めくっていただきまして、第1回の問題1問題文があると思います。でその下なんですけど、枠囲みでちょっと注意文がありますので、そちらをちょっと見てください。中というところを見てください。本討論で添削対象になるのは問題2となります。問題2について回答用紙に回答を記入し提出してください。なお問題1については提出されても添削いたしませんので、あらかじめご了承くださいとなっています。実際答案を作成していただくのは問題2ということになってきます。A4 版の横書きの問題者、問題2について問題文が示されてますので、問題2について実際に回答を書いていただいて、それを提出するようにしてください。しっかりと添削をしていきます。問題1についてはプレ講義の方で扱って、回答も、ね、見ていきますね。そちらの方で扱う、ね、問題なんだということになってきます。では早速問題1そのままですね、問題1を使いましてプレ講義を行っていきます、はい、お手元そのまま合冊解説の第1回目の1ページ目ですね、問題1見てください。でぜひですね、受講する際、このプレ講義を受講する際に、答案構成をしていただきたいんですね。問題文のすぐ下、少しこうスペースを空けてあります。このスペースを使っていただいて、やっぱり答案構成というのは自分で行わないとやっぱりね、力がついていきませんので、今ちょっと、ね、講義受けるのを止めていただいて、5分から10分ぐらい時間を計っていただいた上で、やっぱ実際に答案構成を行ってからこれから講義ですね、受講するようにしてください。やっぱ実際答案構成していただいた上で講義受講するようにしてください。では一旦止めていただいて答案構成やってみてください。
はい、では答案構成やっていただいた手で、では問題1について確認をしていきます。はい、じゃあ問題文読んでいきます。移行地に関する次の各問いに答えなさい。小問の1、不動産の種別における移行地の定義について見込み地と比較した上で説明しなさい。小問の2、移行地の個別的要因について説明しなさい。小問の3、従来は店舗事務所が立ち並んでいたものの、近年はマンション建設が進んでいる住宅移行地においては、次の丸1および丸2に記載する土地の個別的要因は、移行の前後で土地価格に対しどのような影響を及ぼすか、またどのような点を重視して分析すべきかと、を説明しなさい。ただし、いずれの土地も建物の敷地としての利用が法令等に適用した上で可能であるものとする。丸1、地域の標準的な土地、間口1、奥行き 1.5 と比較して間口が狭く奥行きが広い。丸2、地域の標準的な土地、規模300平米と比較して地積が課題となっています。これ、平成29年度の第1問ということになってきます。今これ収録しているのが、平成29年度の8月10日なんですね。それこそ5日前に出されたばっかり。出題されたてほやほやの問題がこの問題1ということになってきます。平成29年度の第1問ということになってきます。で、それ以外に、そうですね、この問題は、総論第2章、不動産の種別における移行地を、まあ、題材としまして、まあ、見込み地との比較だったり、個別的用の俳句一般論、さらには個別的用の具体的な作用を聞くような問題です。まあ、種別を中心とした問題ですね。で、種別について、じゃあこの平成29年度以外の直近の本試験でいつ出されたかと言いますと、種別に関してはもうかなりこれ以前ですと古いですね。種別に関しては平成9年の第3問までも遡ります。種別をメインとした問題という意味ですと、この29年度の第1問からさらに遡ると平成9年の第3問で、まあ、地域の種別に関する問題が出されています。久しぶりに種別を中心とした問題が出されたということになってきます。あとは小問の3で、これ個別的要因の具体的な作用が書かれています。小問3において、これ個別的要因の具体的な作用が問われています。個別的要因の具体的な作用については、さらに過去の本試験で言いますと、平成19年の問題2で記載されています。平成19年度の問題2で、やっぱ本文でも出てきました、こう間口等々についての具体的な作用が問われています。では答案構成していきましょう。まずは小問の1、中心論点は移行地の定義ということになってきます。移行地の定義です。指示がありますね。見込み地と比較をした上で説明しなさいとあります。論述の仕方としましては、ズバリ見込み地と移行地の定義が基準に示されていますね。見込み地と移行地の定義が基準に示されていますね。まずはそれらをしっかりと引用するということです。で、基準の定義の中に両者の、まあ、違いですよね、対比を示しているような文言がありますので、それをヒントに両者の違いを、ね、示すというのが、こう対比、比較をした上での説明ということになっていきます。見込み地と移行地、両者の違いってどんな違いですかね。対比、どうでしょうか。これ階層の違いですよね。階層の違い、見込み地というのが宅地地域、農地地域、林地地域等の大分類間における概念であるのに対し、移行地というのが宅地地域、農地地域等のうちにあって細分類間の概念なんだということです。この大分類間、細分類間、このキーワードを示しながら両者の違いを説明するのが、こう問いに対する答えということになってきます。で、鑑定理論、やっぱり上位概念ある程度書く必要があります。では上位概念としてどんなことを書けばよかったのかってことですね。見込み地、移行地、これらは何の一つですかね。見込み地、移行地、共通の上位概念、これらは何の一つでしょうか。見込み地、移行地というのは大丈夫ですかね。これ土地の種別ですね。それぞれ土地の種別です。なので上位概念としては土地の種別を述べていきます。それに土地の種別というのは何に応じての分類でしょうかね。土地の種別というのは何に応じて決まってくるでしょうか。
地域の種別に応じて決まってきますよね。なのでさらに上位概念としては地域の種別、その地域の種別を説明する際に大分類と細分類を示していただきたいんですね。両者の違いを説明するときに大分類間、細分類間と説明しますので、その上位の説明として地域の種別のところで大分類と細分類をしっかりと示しておくということになってきます。さらには地域の種別の説明のところで、本文見込み値移行値が対比の問題なので、転換移行しさる地域もさらに上位概念として述べておくということになってきます。地域の種別のところで見込み値移行値の上位の概念として、転換移行しさる地域についても合わせて述べておくということになってきます。じゃあ地域の種別のさらなる上位概念なんでしょうかね。地域の種別、土地の種別、地域の種別はまとめると小問1冒頭ですよね、不動産の種別なんだということです。なので不動産の種別の定義から書き下っていくのが小問の1の流れということになってきます。不動産の種別は用途に関する分類概念で、地域の種別と土地の種別がある。で地域の種別は大分類、細分類、さらには転換移行したる地域がある。でそれに応じた土地の種別で、土地の種別の中に見込み値移行値があって、両者の定義はってしっかりと引用した上で、大分類間、細分類間でキーワードでしっかりと対比していくというのが問いに対する答えということになってきます。でこういった定義について、特にこう類似概念と比較をさせて説明させるって問題ですね、最近の本試験でよくあるパターンです。基本的な概念の定義について説明をさせる、特にこう対比概念との違いを踏まえて説明させるということですね。同じくこう平成29年度の第3問で、還元利回りと割引率の違いを意識して定義を述べさせる、そういった問題も出されています。それには平成28年度の第3問で特定価格の定義についてやはり説明させるような問題が出てるんですけど、特定価格の定義の説明ですよね、基準を引用するだけじゃなくてプラスアルファ説明が必要なんですけど、特定価格の説明するためには何と対比すると分かりやすい説明になりますかね。ズバリ原則例外論の原則であります正常価格との違いを意識して説明していくと、それ問いに対する答えになったということになってきます。なのでこれからいろいろな基本的な概念をね、また今一度基準等々しっかりと確認していくと思うんですけど、その際にはやっぱり類似概念とどういった違いがあるのか、そういった似ている概念との対比を意識してそれぞれの定義について理解を伴わせて暗記をしていくようにしてください。最近の本試験ですとそういったことがよく聞かれますので、それぞれの概念を理解する上では類似概念とどういった点が違うのか、そういった対比の意識を踏まえた上で理解を伴って基準類似項ですね、暗記を進めていくようにしてください。では続いて小問の2ですね。小問の2、中心論点、移行値の個別的要因の説明ということになっていきます。ズバリ基準に該当箇所がありますよね。移行値の個別的要因説明している基準が原則例外論に分かれてくるところです。移行の程度以下によって原則は移行後、例外は移行前という形で個別的要因重視するものが違ってくるんだって基準があります。そこをしっかり引用するのが問いに対する答えということになっていきます。上位概念としてはこの個別的要因の定義をしっかり述べるということになってきます。個別的要因の定義をしっかり締める。さらなる上位概念、個別的要因のさらなる上位概念は、価格形成要因ですね。価格形成要因簡潔に示した上で個別的要因の定義をしっかり示す、で中心論点として移行値の個別的要因の該当基準をしっかりと示していくということになってきます。で一つこの小問の1から小問の2、こうつなぎの表現をぜひ示していただきたいんですね。小問の1から小問の2へのつなぎの文章、何を書くべきだと思いますかね。小問2というのは移行値の個別的要因の説明、要は個別分析における種別の重要性がポイントの問題ですよね。移行値の個別的要因の説明というのは個別的要因、要は個別分析における移行値種別の重要性が重要になってくる問題です。で種別の重要性を示している留意事項がありましたよね。総論第2章で、総論第2章の留意事項で種別の分類重要なんですよ、個別分析等々においても重要なんですよって留意事項があります。それをつなぎの文書として
小問1と小問2の間で示していただきたかったということになってきます。後で回答例で確認していきます。では小問の3ですね。小問の3、まあ、勝負どころですかね。小問の3、間口狭小奥行き、まあ、長大広大、さらには地積が課題であること、これら土地の個別的要因が移行の前後でどういった点を重視して、どういった着眼点を踏まえて影響を与えるのか説明するというのが小問さんの中心論点ということになってきます。2つの土地の個別的要因、間口狭小、奥行き長大、さらには地積課題、これらが移行の前後で着眼点を踏まえてどういった影響を与えるのかしっかりと説明していくのが問いに対する答えということになってきます。本件はこうプチ事例が設定されてますよね。小問さん冒頭、従来は店舗事務所が立ち並んでいたものの、近年はマンション建設が進んでいる住宅移行地なんだということになっていきます。つまり移行前というのは何かというと商業地ということですね。で、移行後というのは住宅地ですね。それがまさに住宅移行地です。商業地域から住宅地域へと移行したる地域のうちなる土地なんで住宅移行地です。なので移行前は商業地、移行後は住宅地ですね。で、着眼点を踏まえて影響を説明していきます。着眼点というのは商業地ですと収益性ですね。じゃあ住宅地ですと快適性、利便性です。さらに本件はここポイントですね。マンション建設が進んでいると書かれています。まあ、中層共同住宅地ということですよね。そういった地域においてさらなる着眼点としてはやっぱ公道利用ということですね。住宅地においては快適性、利便性、さらには公道利用の観点からこれら2つの土地の個別的要因が与える影響を説明していくのが問いに対する答えということになってきます。つまりこの問題は、2ページちょっと進んでいただきまして、2ページ、はい、レジュメ2ページ真ん中あたり出題意図というのがあると思います。第2段落見てください。2ページ真ん中出題意図の第2段落見てください。本文は小問3において着眼点を踏まえた説明を自分なりに示せたか否かがポイントとなります。特に住宅地についてはマンション建設が進んでいる点を踏まえた説明が必要となってきます。まあ、ここが勝負どころですね。本文は小問さんが勝負どころです。特に事例が設定されてますので、このマンション建設が進んでいるというのを踏まえた論証をしっかりと示せるかどうか、特に地積課題の方にこれ影響を特に与えていきます。そういった論証をできたか否かがポイントになってきます。はい、では回答例見ていきましょう。12ページ進んでください。12ページ進んでください。はい、12ページ進んでください。はい、回答例見ていきます。ではまずは小問の1からですね、移行地の定義の説明で上位概念から説明していきます。縦1見てください。不動産の種別とは不動産の用途に関して区分される不動産の分類を言い、不動産の類型ともに不動産の経済価値を本質的に決定づけるものであるから、この両面の分析を待って初めて精度の高い不動産の鑑定評価が可能となるものであるとなっています。用途に関する分類概念が不動産の種別なんだ。で、類型とともに経済価値の本質を決定づけるので、しっかり分析することが精度の高い鑑定評価につながってくるんだということです。しっかり定義を示した上で、で4行目、不動産の種別には地域の種別と土地の種別があるということになってきます。では地域の種別説明していきましょう。第2段落、地域の種別は宅地地域、農地地域、林地地域等に分けられ、宅地地域は住宅地域、商業地域、工業地域等に細分される。大分類と細分類をここで示しておきます。大分類としましては、宅地地域、農地地域、林地地域等です。これ大分類です。さらに代表例として、宅地地域の中で細分類として住宅地域、商業地域、工業地域等が考えられるんだってことです。
地域の種別の階層としては大分類と細分類というのが考えられるんだということになってきます。で加えて見込み地高地の上位概念としまして、なおがから第二段落2行目なお、なお宅地地域、農地地域、林地地域等の相互間において、ある種別の地域から他の種別の地域へと転換しつつある地域及び宅地地域、農地地域等のうちにあって、細分されたある種別の地域からその地域の他の細分された地域へと移行しつつある地域があることに留意すべきであるとなっています。上位概念として転換しつつある地域と移行しつつある地域もしっかりと示しておくということになってきます。で踏まえて土地の種別です。第3段落移ってください。土地の種別は地域の種別に応じて分類される土地の区分であり、宅地、農地、林地、見込み地、移行地等に分けられるとなっています。土地の種別、地域の種別に応じた分類概念なんだということになってきます。で土地の種別の中にこの見込み地、移行地があるんだ、位置づけをしっかり示すということになっていきます。では中心論点、2つの定義をしっかりと引用していきます。縦に移ってください。まずは見込み地から。見込み地とは宅地地域、農地地域、林地地域等の相互間においてある種別の地域から他の種別の地域へと転換しつつある地域のうちにある土地を言い、宅地見込み地、農地見込み地等に分けられるとなっています。まずは見込み地というのは宅地、農地、林地地域と大分類間の相互間において、大分類間の間において転換しつつある地域のうちにある土地なんだということになってきます。見込み地というのは土地の種別の一つなので、表現としましては最後土地としなければなりません。たまにこの転換しつつある地域で表現を終わらせちゃう方がいるんですけど、ではないですからね。あくまで見込み地、土地の種別なので土地と最後文章終わらせる必要があります。あくまで見込み地というのは転換しつつある地域のうちにある土地のことです。で具体例としましては、宅地見込み地、農地見込み地等々に分けられるんだということになってきます。宅地見込み地というのはこれから移っていく先の名称が取られますので、宅地見込み地というのは農地地域、林地域等から宅地地域へと転換しつつある地域のうちにある土地のことを言うんだということになってきます。では対比的に移行地、次の段落見てください。移行地とは宅地地域、農地地域等のうちにあって細分されたある種別の地域から他の種別の地域へと移行しつつある地域のうちにある土地を言い、住宅移行地、商業移行地等に分けられるとなっています。移行地というのは宅地地域、農地地域等々の大分類間の内にあって内部にあって細分された地域間で移行しつつある地域の内にある土地なんだということになってきます。大分類間の内側にあって細分類間で移行しつつある地域の内なる土地です。で基準上は具体例ないんですけど、ぜひ具体例を、住宅移行地、商業移行地等に分けられる。本文正文さんでこの住宅移行地が出てきます。住宅移行地ってどんな土地かというと、これから移っていく名称なので、例えば商業地域から住宅地域へと移行しつつある地域のうちなる土地のことを住宅移行地というんだということになってきます。しっかり定義を示した上で、はい、メインです。両者を対比していきます。キーワードを使いながら縦2の第3段落見てください。見込み地および移行地はいずれも用途が変化の途上にある過渡的な地域のうちにある土地であるが、まずは共通点です。いずれも用途が変化の途中にある途上にある過渡的な地域のうちにある土地なんだということになってきます。これ共通点です。いずれも変化している地域内の土地なんだということです。過渡的な地域のうちにある土地です。これ共通点です。ただ違いがあります。第3段落2行目真ん中から、見込み地は宅地地域、農地地域等の相互間という大分類間の用途の変化であるのに対し、移行地は宅地地域、農地地域等のうちにおける細分類間の用途で変化である点が異なるとなっています。
階層の違い、ズバリキーワードは大分類感、細分類感です。この2つのキーワードを示せば問いに対する答えになっていきます。しっかり定義を引用した上で、この大分類感、細分類感とキーワードを示すことがポイントということになってきます。で、ぜひ次ですね、つなぎの文書です。小問1から小問2にかけてのつなぎの文書が縦さん見てください。留字項を引用していきます。2章の留字項です。不動産の種別の分類は、不動産の鑑定評価における地域分析、個別分析、鑑定評価の章の適用等の確定順を通じて重要な事項となっており、これらを的確に分類整理することは鑑定評価の精密さを一段と高めることとなるものであるとなっています。種別の問題で他の章との関連が聞かれている場合には、ぜひこのつなぎの文章をある意味導入文として、本件ですと小問 2,3 においてこの個別分析における種別の分類の重要性が聞かれています。個別適用の把握というのは個別分析です。つまり個別分析における種別の分類の重要性が小問 2,3 で聞かれてますので、上位の概念はつなぎの文書としてこの留意事項をしっかりと引用していくんだということになっていきます。ではつなげて小問に移っていきましょう。はい、移行地の個別適用についての説明です。まず上位概念から小問2の縦位置、不動産の価格を形成する価格形成要因とは、不動産の工業相対的調整並びに不動産に対する有効需要の3者に影響を与える要因より、一般的要因、地域要因及び個別適用に分けられる。価格形成要因ショートバージョンで述べていきます。で、この個別的要因の位置づけを示していきます。価格形成要因の一つなんだということになっていきます。で、続いて第2弾なく個別的要因の定義しっかり述べていきます。個別的要因とは、不動産に個別性を生じさせ、その価格を個別的に形成する要因なんだということになっていきます。こういった定義しっかりと正確に、個別性を生じさせ、で、価格を個別的に形成する要因なんだということになっていきます。で、本件移行地の個別的要因は土地の個別的要因なので、土地の個別的要因に関する加点 G を述べていきます。最終産業を見てください。土地に関する個別的要因は、土地の価格について、当該土地の属する用途的地域における土地の価格の水準に比し、個別的な差異を生じさせる要因ということもできるとなっています。土地の個別的要因というのは、地域の価格水準に比べて個別的な違いを生じさせるものなんだということになってきます。地域要因というのが地域の価格水準を形成するものであるのに対し、個別的要因、土地の個別的要因というのは地域の価格水準から比べて違いを生じさせる要因なんだということになってきます。これ加点自由ということになってきます。では中心論点13ページ、ちょっと一つ段落飛ばして、上から5行目、縦にというところを見てください。中心論点です。縦に見てください。縦に、移行時については、移行すると見込まれる移行後の種別の地域内の土地の個別的要因をより重視すべきであるが、移行の程度の低い場合においては、移行前の種別の地域内の土地の個別的要因をより重視すべきである。ずばりこれ中心論点です。原則例外論に分かれてきますね。原則は、移行後です。移行後の個別的要因より重視すべきであるが、ただ移行の程度の低い場合においては、例外論の場合においては、移行前の個別的要因より重視すべきなんだということになっていきます。で、この記述の時に、この土地のって主語をちゃんとしっかり示してください。土地のってなってますよね。たまに移行後の種別の地域内の個別的要因、つまり個別的要因の主語として地域というのを使ってしまう人がいるんですけど、ではないですからね。これ土地の個別的要因について聞いてますので、主語は土地でなければなりません。移行後の種別の地域内の土地の個別的要因ですからね。こう正しく記述するようにしてください。で、これ移行の前後によって土地の種別が異なってくる以上、重視する個別的要因も違ってくるんだって議論ですよね。でも土地の種別が変わっても、重視すべき個別的要因が違わなければ、つまり市場参加者が土地の種別ごとに重視する個別的要因が違ってこないならば、こういった議論は生じないわけなんですよね。なので前提として、市場参加者の観点、
土地の種別ごとに異なってくるんだというのをぜひ示していただきたいんですね。それがすぐ上の段落です。1行目から見てください。13ページ1行目から、不動産の鑑定評価を行うにあたっては価格形成要因を市場参加者の観点から明確に把握することが必要であるが、市場参加者が取引等に際して着目するであろう個別的要因が土地の種別ごとに異なることに留意する必要があるとなっています。市場代行機能をする鑑定評価においては価格形成要因というのは市場参加者の観点から把握する必要があります。でその市場参加者というのは2行目後半から、市場参加者が取引等に際して着目する個別的要因が土地の種別ごとに異なるんだということです。だからこそ移行前後によって土地の種別が異なってきて市場参加者が重視する個別的要因が違ってくる以上、よりね何を重視すべきかってご議論にこうつながってくるんだということになってきます。でこの2行目から3行目のこの基準の文言というのは本来的にはこれ建物の個別的要因についてのこれ基準の文言なんですね。これ建物の用途ごとに異なるというのがこの基準の文言なんですけど、この表現はこう汎用性があっていろんなところでこれ使えます。なのでこれやっぱり重要な表現なのでうまくこれ活用してこう、ね、流れのある文章にしていくときに使っていくようにしてください。市場代行を機能する鑑定評価に対して市場参加者の観点から要因を把握する必要があります。でその市場参加者土地の種別ごとに重視する個別的が違ってきます。だからこそ移行時については移行前後によって土地の種別が異なってくる以上重視すべきものも変わってくるんだという議論の流れになってきます。でこの移行地の個別的要因のこの原則例外の把握ですね、ここと同じような文書構造の論点がありますよね。ある意味こうワンセットで押さえておくべき論点がありますよね。他に何があるかというとこの原則例外の同じような文書構造になっている論点、まあ、この問題は個別的要因の把握だったんですけど、同じ要因という意味では地域要因ですね。レジュメ5ページ戻ってください。レジュメ5ページ戻ってください。はい、レジュメ5ページ上から4行目ほど、転換移行したる地域の地域要因ですね、そちら見てください。これワンセットで押さえておくべき内容ということになってきます。原則例外論になってきます。はい、そちら見てください。ある種別の地域から他の種別の地域へと転換しまたは移行したる地域については、転換しまたは移行すると見込まれる転換後または移行後の種別の地域の個別地域要因をより重視すべきであるが、転換または移行の程度の低い場合においては転換前こう前の種別の地域の地域要因をより重視すべきであるとなっています。これ全く文書構造同じですよね。原則は転換後移行後ということです。ただ転換移行の程度が低い場合においては例外的に転換前移行前を重視すべきです。でこれ地域要因についての議論なので主語になるのは大丈夫ですかね。さっきは個別的要因だったので土地だったんですけど、今回はこれ地域が主語になってきます。地域要因の問題なので地域ですね、転換移行後の種別の地域の地域要因ですね、転換前移行前の種別の地域の地域要因ということになっていきます。例えば、農地地域から宅地地域へと転換したる地域、宅地見込み地ですよね。原則は転換後なので転換後の宅地地域、まあ、具体的には例えば戸建て住宅が立ち並ぶような地域に転換したる地域ならば、宅地地域のうちでも住宅地域の地域要因をより重視すべきって議論です。そういったこれ議論につながってくるということになってきます。さらにこの原則例外論同じようにこうワンセットで押さえるべきものとしましては、今度8ページですね、8ページ進んでください。8ページ、はい、8ページ一番上、移行地の同一受給権ですね、やっぱりこうワンセットですね、原則例外論になっています。
読んでいきますと、同一受給権は一般に当該土地が移行すると見込まれる土地の種別の同一受給権と一致する傾向がある。ただし熟成度の低い場合には移行前の土地の種別の同一受給権と同一のものとなる傾向があるですね。やっぱり原則例が、原則は移行すると見込まれ、要は移行後の土地の種別の同一受給権と一致する傾向、ただ熟成度の低い場合、要は移行の程度の低い場合は移行前の土地の種別の同一受給権と同一のものとなる傾向がある。原則例外論ですね。なので個別的要因、地域要因の把握、さらにこの同一受給権の判定ですね、いずれも原則例外論ですね。ワンセットで押さえておくようにしてください。でここでは移行地の同一受給権の判定だったんですけど、これ見込み地もほぼ同じような表現ですよね。この移行という表現のところが転換という表現に変われば、そのままこれ見込み地の同一受給権の判定になってきます。はい、で回答例戻っていただきまして、回答例13ページ戻ってください。でもう一度縦に見ていただきまして、移行地の個別的要因、さらにはワンセットで地域要因の把握、さらには同一受給権の判定、いずれもこう動態的に判定していくべきってことなんですけど、結局はこれ原則例外の分かれてくるポイントは転換移行の程度が高いか低いかってことですね。この移行の程度をしっかり把握することがこう重要になってきます。そこで有効な資料になるものがあります。それが加点10です。縦さん見てください。なお移行地については特に周辺地域の地域要因の変化の推移動向がその土地の変化の動向予測にあたって有効な資料となるものであるとなっています。これ加点10です。この移行の程度を把握する際に周辺地域の地域要因の変化の推移動向というのが有効な資料になってきます。なのでこの加点10は個別的要因の把握、さらには地域要因の把握、さらには同一受給権の判定、いずれも原則例外論、つまり転換移行の程度以下によって変わってきますので、この青書きの加点自由がポイントになってくるんだということになります。ちなみにこの加点自由ですね、これ近隣地域の地域分析のところに示されています。レジュメ7ページ戻っていただきまして、7ページ、はい、レジュメ7ページ、近隣地域の地域分析を示された留意事項が1から4とか細かく示されています。なかなか暗記しづらいところなんですけど、最終的には頑張ってやっぱりね暗記もしていかなきゃならないんですけど、で4、これ時系列的な近隣地域の地域分析が4で示されてまして、その最終3行のところに今引用した留意事項があります。ここから引用して加点自由として示しているんだということになってきます。はい、で回答例戻ってください。13ページ、はい、じゃあ問い3見ていきましょう。はい、13ページ問い3見てください。1、2と示されているところです。まず大きく問題文に即して、移行前の商業地で移行後の住宅地ですね、まあ、丸2についても移行前の商業地、移行後の住宅地、しっかりと台に即して移行前後という形で、ある意味ね項目立て分けてしっかりと説明をしていきます。でポイントは着眼点ということですね。じゃあ正門さんの1の縦位置見てください。移行前の商業地においては収益性を重視して個別的要因を分析すべきである。商業地については収益性が着眼点になってきます。で縦に見てください。縦に移行後の住宅地においては快適性、利便性、さらに中高層共同住宅地においては土地の高度利用等を重視して個別的要因を重視分析すべきであるとなっています。移行後の住宅地においては快適性、利便性、さらには本件重要ですよね。マンション建設が進んでいますので、この中層共同住宅地ということですねにおいては、この土地の高度利用というのも重要な着眼点になってきます。でこれを踏まえてそれぞれの土地の個別的な影響を説明していきます。
もう一度縦位置戻ってください。縦位置、まずは移行前の商業地で間口狭小奥行き広大について説明していきます。間口狭小奥行き広大について説明していきます、はい、縦位置第2段落。地域の標準的な土地と比較して間口が狭く奥行きが広い場合には、移行前の商業地においては通常顧客従業員の出入りの利便性、宣伝効果、商品搬出入、商品陳列等の点で収益性が劣ることとなるため、土地の価格に対しマイナスの影響を及ぼすんだということになってきます。大丈夫ですかね。間口が狭いとやっぱりお客さんだったり従業員なかなか出入りが不便になります。でやっぱり宣伝効果も弱まります。さらにはやっぱり奥行きが長かったりすると商品の搬出入が大変です。さらに陳列等々もなかなか効率的にできない結果、着眼点、収益性が劣ることとなって土地価格にマイナスの影響を与えるんだということになってきます。で今度は移行後の住宅地見ていきましょう。縦にで第2段落見てください。第2段落、地域の標準的な土地と比較して間口が狭く奥行きが広い場合には、移行後の住宅地においては通常日照通風出入りの利便性及び建物の設計の自由度等の点で快適性、利便性及び行動利用が劣ることとなるため、土地の価格に対しマイナスの影響を及ぼすんだということになってきます。やっぱり間口が狭いと日当たり悪い、風通し悪い、さらには出入りが不便、さらには間口狭小奥行き広大ですと建物の設計の自由度がやっぱり制約されてしまう結果、快適性、利便性、さらに行動利用が劣る結果、マイナスの影響を与えることもあるんだということになってきます。着眼点を理由付けにしっかり説明していくということになってきます。でこの要因の具体的な作用がくれた場合には、こうプラスマイナス両面からやっぱり考えるべきなんですけど、ただ間口狭小奥行き広大というのはなかなかプラス面というのはちょっとねなかなか考えづらいです。なのでここではこう、ね、マイナス面だけ示しておけば十分ということになってきます。商業地、住宅地、それぞれの着眼点を踏まえてこうマイナス面をしっかり説明することが大事ということになってきます。で今度は地籍の課題について見ていきましょう。で地籍についてはこれプラスマイナス両面が考えられます。なのでこの ② については地籍課題についてこうプラスマイナス両面で説明していきます。まずはマイナス面から縦位置見てください。移行前の商業地、移行後の住宅地、いずれにおいても地域の標準的な土地と比較して地籍が課題である場合には、一般に総額がかさみ需要者が限定され市場性が劣ること等から土地の価格に対しマイナスの影響です。面代原価と言います。商業地、移行地、いずれにおいても一般的には地籍が大きすぎる課題というのは結局総額がかさみ買い手需要者が限定され市場でなかなか売れなくなる市場性が劣ることから土地価格に対してマイナスの影響を与えるんだということです。これ面代原価なんて言ったりします。一般的には地籍課題というのは総額加算で買い手が限られてしまって市場でなかなか売りづらいという形でマイナスの影響、面代原価を発生させます。ただプラス面があります。縦に見てください。しかし移行前の商業地においては収益効率の高いビルが建築可能になること等により収益性が勝る場合には希少性から土地の価格に対しプラスの影響です。面代増加と言います。土地が広いとやっぱり収益効率の高いビルが建築可能になって結果収益性が勝って、で結構ね希少性ってことですよね。で土地の価格に対してプラスの影響を与える、これ面代増加と言います。収益性の高いビルが建てられる、そういった土地での希少性を生み出す結果土地価格にプラスの影響を与えます。面代増加も考えられるんだということです。じゃあ住宅地、最終産業、また書き、また移行後の住宅地においても本件のようにマンション建設が進んでいる場合には一体利用により高度利用が可能な大規模各地は希少性から土地の価格に対しプラスの影響を及ぼす、面代増加です。やっぱりこれマンション建設が進んでいる、これ重要ですよね。これだと踏まえて一体利用によって
て土地が広いと高度利用が可能になるわけですね、大規模拡張の場合。でそういった土地というのはやっぱり希少性を生み出しましてプラスの影響を与えます。面台増加が発生するんだということになってきます。これ超模範解答例なので、まあ、この通り書けなくてもいいで、要は着眼点を踏まえて自分なりにある程度文章を書けるかどうかがこの小問さんではポイントになってきます。で加えて着眼点、それ以外としましてはレジュメ9ページ戻っていただきまして9ページ、要点解説上から3つ目、土地に関する個別的な考察する場合の着眼点ってありますよね。着眼点見てください。9ページ見てください。住宅地、商業地ましたんで、3つ目、一応工業地見てください。工業地というのはどういった着眼点かというと、できるだけ少ない費用で効率的に生産できるかどうかポイントになってきますので、工業地の場合には費用の経済性、生産の効率性というのがこれ重要になってきます。でこれ個別適用についての着眼点なんですけど、これこのまま地域要因を考察する場合の着眼点にもなってきます。つまり工業地域においてもこの費用の経済性、生産の効率性が重要な着眼点になってきます。でこの着眼点に影響を与えるような要因が個別適用因、地域要因、それぞれ基準で具体的に示されているところで示されているということになってきます。例えば工業地域の地域要因というのはやっぱり費用の経済性、生産の効率性に影響を与えるようなものが基準上、一応ね基準上7個工業地域の地域要因ですね、こう示されてますんでちょっと確認しておいてください。あ、確かに費用の経済性、生産の効率性で影響を与えそうだなって形で、10分間の休憩の時にですね、工業地域の地域要因ですね、7個基準上例示がされてますので確認しておくようにしてください。はい、あとは、見込み値、移行値絡みのその他論点としましては、そうですね、今、2章から3章、3章で要因ですよね、個別的要因、地域要因、あとはそうですね、6章ですと同一時休憩の判定でした。あと4章絡みですとどうですかね、諸原則、見込み値、移行値と関連の深い諸原則というのは、動態的な把握に関する変動予測の原則ですよね。いずれも過渡的な地域に存していますので動態的にやっぱり把握していく必要がありますので、動向分析の基礎であります変動予測の原則がこう関連の深い原則となっていきます。あとじゃあ各論一章絡みで見込み値、移行値絡みで関連する論点は何でしょうかね。宅地見込み値の鑑定評価ありますよね、これは関連論点ですよね。あの求め方が場合が2つに分かれて示されてましたね、それもちょっとね合わせて確認しておくようにしてください。はい、ではこれでプレ講義終わりますので10分間休憩挟んで、ね、問題2について回答を作成いただきます。では休憩入るようにしてください。